こんばんはー。皆様。今日は僕の太陽公演でした。僕対、ありがとうございます。うん、あ、だるまちゃんがいっぱい、優しい。僕対、イエーイ。<laughs> 今日は僕たいに明日はカフェイベントにあさってはファンクラブイベントと楽しみいっぱい明日はついに込みの日早ちょっとね5月は私はねもうこの込みの日2日間のために生きているので。 この2日間が終わったら、燃えつきます。この2日間が終わったら、私は燃えつきますよ。もう、あの。 ファンクラブイベントのセットリストを考えたんですけれど自分で考えたのに <laughs> 自分で考えたのにあのめちゃくちゃあのー、めちゃくちゃちょっと曲数多かったなと。 曲数多かったなってちょっと自分で「あれやばいかも」ってしかも一部二部で内容を変えたので「あれちょっと歌詞覚えられないかも」っていう状態に陥っております昨日朝の4時まで歌詞覚えてたんですけどえ後ろに書いたやつこうやって持ってってもらえばいやいやいや <laughs> なんかよく昔の歌詞とかちじゃん いやいやいや見えないよ目悪いのあそっか目悪くて見えないなカンペカンペ,カンペ出してもらううんちょっと横とかに書いて出していもらうこれまあ一番前かとかにカ,シカンペしかも前回は前回のカフェあ違う前回のファンクラブイベントは私あのドレスを着ていたのでドレスを着ていたからあんま動けなかったんですよでも今回は 私が衣装も選んで可愛い衣装を一部二部用意してるんですけどドレスではないから踊ろうと思って踊ろうと思ってドレスじゃなくしました踊りますそんなノーウェーマンとかネモハモルーマーみたいなダンスではないけどちゃんとなんかやろうってあのちゃんと動こうって絶対普段 AKB では歌えない楽曲に AKB では歌えないダンスを見てねアイドル小春お楽しみくださいなんか握手会で来てくれた女の子が「えファンクラブイベントまるの曲とかやったりする?」みたいな言われて。 え、ドンピシャでやるのだからなんかすごいなんか変な顔になったと思う何とも言えない顔しちゃったやるんよドンピシャで言われた曲をドンピシャでやるのだからなんかみたいな <laughs> そう皆さん コールわかんない曲もあると思うんですけど「コール」だったり「手拍子」だったりよろししくお願いしますなんとなく「おいおい」言っててくださいでも楽しいとは思います絶対におな鳴った絶対に楽しいと思います 楽しみ楽しみもう本当にカフェイベントとファンクラブイベントのモチベに生きてきたから明日明後日が終わったら私は燃え尽く自信しかない明日も明後日も楽しみよろしくねってよろしくねこちらこそえ ちょっっと待ってなんかみんなすごい喜ぶ瀬戸利になるかも <laughs> ちょっと <laughs> 今日も公演最高でしたハロプロ瀬戸利にあるかなって みたいなみたいなみみたいなみたいいななでもみんなが思ってるハロプロじゃないかもみんなが期待してるハロプロの曲じゃないかもでもハロプロさんってさいっぱいあるじゃないですかモーニング娘。さんもい,いればあの 本当にいろんなキュートさんとかさ行ってその中でも楽曲いっぱいあるからさハロプロの何を求めてるんハロプロさんの「だけど」みたいな感じになっちゃったらなんかちょっとやったからね前回ハロプロさん。ロマンティックカレーモード。 マンティックオカ,レオカレモードはやったからねあでもみんなのなんかいろんな世代の曲入れたので。 いろんな世代の曲入れたからなんか絶対誰かの世代にはは当ててままってると思います私世代も入れたし懐かしいだろうなこの曲みたいな曲も入れたし最新の曲も入れてるのですごいみんなどの人にもどの曲かは絶対刺さる。 AKB の曲もちゃんとありますよ12曲そしてそして皆様そしてそして皆様皆様皆様配信が決まりました パフパフパフーちょいちょい配信このショールームであの配信できたら嬉しいなって言っていたんですけれどもツイキャスのプレミア配信でこのファンクラブイベントが終わった19時30分から20時15分の45分間高野菜打ち上げ配信します パフパフパフちょっとねあの見に来れないゴールデンウィーク中だからごめん見に来れないっていう方が結構いてでそんな方が結構配信あったら嬉しいって声をいただいていてで本当はあのファンクラブイベント1部2部チケット制になっちゃうんだけどあの配信オンデマンド的な感じでできたらいいなと思ってたんだけど。 いいっぱい歌うからやっぱそのイベントで歌うのと配信で歌うのだと別になっちゃうのでいっぱい歌うから生配信イベント中の生配信が難しくてでも普通に配信はショールームでやってるしなって思ってたんですけどちょっと特別な配信を特別な配信を終わってから「高野祭 アンド打ち上げ配信やりますもう URL を X にて載せていますので皆さんご購入よろしくお願いしますそれでですね19時半から20時15分の45分配信なんですけど1週間アーカイブで見れます1週間アーカイブで見れますので ぜひ URL を X にて載せていますので。 でちょっと途中ぐらい20時10分とか20時20分ぐらいで皆さん乾杯もいたしましょう一緒に乾杯一緒に乾杯しましょうちょっとねショールームだとできないことをしたいなと思ってショールームだとできないことを ちょっと特別な感じでツイキャスのプレミア配信でしたいなと思いますので皆さん登録してお待ちくださいで私のところになんか購入してくれた方の通知が来るようになってて私がリンクを送った瞬間すぐに。 あの登録してくれた方がいてもう優しすぎる泣けるであのみんなからのコメントも読めますので皆さんからのコメントもお待ちしておりますで結構あのファンクラブイベントが撮影タイムもあるしあと歌を 多めにしてるので私が歌多めだから喋ることがあんまりない。トーく企画がなくて喋ることが正直あんまりないのでだから配信でなんかトーく企画っぽいこともしたいなと思いつつで1週間アーカイブ残せるのがいいなと思って。なんか 設定で普通に生配信チケットと別でアーカイブチケットっていう販売方法もあったんだけどなんかみんなファンクラブイベント見に来てくれた方は帰り道だと思うから集中して後から。 また見返しかもその時間帯見れない方もいるだろうなと思ったので私は生配信チケットとアーカイブチケット別にせずにもう一緒にしちゃっているので登録してくださった方は1週間いつでも見れます全部まるっとお見通しですやんって。 そうですよだから誰が見てくれてるのか私にはバレてますあまだ設定しておりませんがすぐに言って嬉しい優しいありがとう879日連続ありがとう嬉しい879日連続ありがとうございます明日で 日ですわあ待ってブーくんがゴールドクマちゃんタワーありがとう優しいありがとうブーくん高野菜配信見てね亮平さんがクマちゃんくれてる ユーティゼータさんが金のタコちゃんいっぱい大樹くんがアイラブユークマちゃんくれてるありがとう嬉しいなのでちょっとカフェイベントはあの当楽もあるしあの ダッシュファンクラブイベントも当楽あ,あるけどゴールデンウィーク中だから逆にゴールデンウィーク中の方が忙しいっていう方も結構いてそんな方とファンクラブイベントに見に来れない方とも楽しみたいなと思うしファンクラブイベント見に来てくれた方に方と楽しかったねっていう打ち上げもしたいなと思い。 配信が決定しましまた結構1週間ぐらい事務所とやり取りずっとし,てしながら何ができない何ができるみたいないや結構頑張りました <laughs> めっちゃ頑張ったしめっちゃ動いたしもうツイキャスのアカウント作りました私が AKB を卒業した後は ちょっとツイキャスさんにお世話になると思いますので皆様今回おきにツイキャスさん登録しておいてくださいショールームがツイキャスになるかもしれないしショールーム並行でそういうなんか特別な配信だけツイキャスでプレミア配信するかもしれないし なんか前にさあのそんな感じですそういうなんか企画ものとか特別な配信だけプレミア配信で1週間アーカイブ残せたりとかいろいろできることが多いのでやりたいなと思います。 ショールームはゆるゆるすぎるからさツイキャスはガチガチそう登録しようと努力してますってあと2日です2日明日明後日お早めによろしくお願いします そうでもね絶対みんな登録することにはなるの私が卒業したらツイキャスもやりたいなと思っていますのでっていうのをあの卒業してから言おうかなって思っていたんですけどもう早ければ早い方がいいなということで。 今回ツイキャスプレミア配信デビューしますやったーちゃんとしたツイキャスアカウント作らなきゃだってえそうあの本当に私卒業したらお世話になるのでみんな結局遅から早かれツイキャスはあの作ってくれたら嬉しいなみたいな。 で何があのツイキャス私めっちゃ引かれたかというとこうやってさタワーとかさみんなタコちゃんとかさクマちゃんとかくれた方タワーの方にはさ私いつもお礼のスクショしてるんだけどさ個別でお礼できるらしくてツイキャスってなんかこうやってみんなが投げてくれてる いつつも投げててくれてるやつをツイキャスの方で同じ感じで投げてくれると個別で画像とか動画とか俺私ができるんだって私アーカイブも設定したりとかそうそれにめちゃくちゃ惹かれてそれめっちゃいいなと思って。 だから私がさすっぴんでさスクショとかさなんかあのラジオっぽくなんかなっちゃったら配信の時とかのお礼とかさ声だけでのお礼ってすごいなんか申し訳ないなっていつも思っててなんか私からちゃんとお礼できることないかなと思ってた時にそれを聞いたから。 と,とても惹かれました「そ<う>ツイキャスやってるけど使いやすいよ」って「おツイキャスのプロがいる」。 嬉しいお水を一緒んツイキャスはお茶漠っていうのがあるあそうお茶っていうよねギフトのこと。 でもなんか私のこのスクショとかお礼スクショめっちゃ携帯でみんな残してくれてるちゃんとあるフォルダーにしてほしいミハルお礼ってではちょっとお礼させてください じゃん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 わぁたこちゃんいっぱいくれた 4日のファンクラブイベント高野菜配信込みの日4日は配信で楽しもうね。ありがとうブーくん。 ありがとうーんどんどん。ありがとう、ブー君。ブー君のお礼フォルダーやばそう。りょうが。絶対すごいよね。 ロップいとこう「ツイキャス登録しました」って優しいありがとうコミちゃんの毎日が分かると思ういや本当にそうもうブーくんのミハ春お礼スクショでカレンダーが作れると思う <laughs> 逆になんか2日3日ショールームで見かけないと心配になるもんなんか「え体調崩してるない大丈夫?」って もうなんか「おし変しちゃった」とかじゃないおし変しちゃったっていうのはないと思っています私の中で体調悪いんかなって心配になるだからなんかさショールームでさショールームとか握手会とかで。 全然見ない方の名前があのファンクラブイベントのこうサインを書きながら結構あってえ嬉しいまだ好きでいてくれてるみたいな私のことまだ好きでいてくれてる嬉しいえファンクラブイベント来てくれるのしかも SS 席 みたいいな <laughs> え S 席 S 席ありがとうございますでも本当にみんなそれぞれの,あの応援方法とかがたくさんありますので現場にたくさん来てくれるのも嬉しいしこうやって配信で見てくれるのも嬉しいし。 SNS でコメントしてくれるのもすごく嬉しいしもう本当に応援してくれてるっていうのだけが一もう嬉しい名前見て誰かわかるこみちゃん素敵えわかるよめっちゃ私めっちゃみんなのことわかるからね思ってる以上に和隆さん ゴールドタコちゃんいっぱいありがとうお豆ちゃんかわいい,いっぱいありがとう嬉しい初日初めましてあしたあっまさに初日だ明日初めましてできるの楽しみにしておりますって嬉しい絶対教えてくださいね名前あの応募の時フルネームだから フルネームとニックネーム違うでしょ絶対絶対本名バナナじゃないでしょうわ嬉しい配信チケット購入完了って早い優しいありがとうコミさんの舞台好きなのでこれからも行きますって嬉しい !4 日のうちは作ってるんだけどキラキラにしてよって見つけよう。 絶対見つけるえっ、ー、てかなんかさみんなとのなんか楽しみすぎてファンクラブイベントもカフェイベントもなんか時間足らないコみのファンクラブイベント本当に行きたいって皆さん皆さんじゃないコみのファンクラブイベント本当に行きたい来れなかったらこちらの高野菜配信があるので高野菜配信の方で見てね こちらあの思ってる以上にスペシャルな配信しますので結構19時半から見れる方は見てほしいあでもあのアーカイブ1週間見れるから途中から生配信見たりとか最後まで生配信見れなかったとしてもアーカイブでで最最初から最後ままは絶対見れます1週間ちょっとね最初の15分ぐらい特にスペシャルです 19時半がどこにいるかだなアーカイブあるから大丈夫どこにいてもその時間見れなくても大丈夫ですアーカイブあるからアーカイブ本当は別売りだったんだけど別売りじゃなくてもうチケットを購入してくれた方は1週間見れるようにしちゃいました 後から買いいはねできないかもそのそもそもが生配信チケットとアーカイブチケットって別途でだからその生配信が見れなかった方はアーカイブチケットを別途で買うっていうのだったんだけど私がもう購入してくれた方は1週間アーカイブ見れるようにしてるので無料で。 だだからアーカイブだけのチケットがないんですよそもそも私なんか途中から見れてもさその生配信チケットだけだったら途中から見れたらその途中からしか見れなくて最初の方巻き戻しとかできないから生配信だけだったらでもアーカイブだったら見れるから。 そそうそう帰宅中だとさ電波悪かったりとかさなんかみんなバタバタしてて集中できないなと思ったからアーカイブで見れますでも本当にあに今回だけじゃなく卒業したらツイキャスさんにはお世話になりますので遅から早かれみんなは登録することになりましたこの機に ししくお願いしますちょっとなんかみんなと楽しめるあの企画をいろいろ考えたいなと思ってそう。 だかからなんかこれからなんかいろいろちょっと教えてほしいどんなスペシャル配信がしてほしいかどんなスペシャル配信をしてほしいか皆様。 教えてくださいま,しまあでも今回は本当に特別込みの日の高野菜を楽しみたいなっていうことでプレミア配信やってるんですけど、まあ、お金かかっちゃうからねなかなか定期的にはさすがにやらないですよ。 本当にに何か特別な時だっけ込みの日とかで卒業してからは何かね誰かとのトーク企画みたいな感じとかもやりたいよねわっシーカーさん「アイラブユークマちゃんありがとう」嬉しい。 スイキャス X でログインできてコンビニ払いもできるのいいですよねってねアミちゃんとできたらいいねってえそうそうなんか誰かメンバーとかともねなんか企画配信的なで何がいいなと思ったかってあのもえかちゃんとケイチさんがファンクラブ配信ファンクラブ生配信2人でやってて。 そういうことだよねいいなーって私もしらす丼とかでやりたいな <laughs> とかあのなんか今回は生配信だけど配信したやつをチケット配信に録画したやつをやることもできるらしいだからロケとかもできるのよ しらす丼3人で鎌倉に行った動画とかをロケでずっと回してみたいなでそれを配信みたいなのもできるんだってツイキャスだとそれめっちゃよくないこれショールーム外ダメだからさそう結構なんか自由なのとあとファンにファンの皆さんに対して私がお礼できるのがツイキャス多くて。 卒業したらやりたいなと思っていたんですけれど今回は込みの日だから特別にスタート楽しみー。 チケット買えたどっちも楽しみありがとううれぴんお公演楽しかったですつられまいと必死でしたあ <laughs> られてくださいよそう自由度の高いコンテンツちょっとさなんかまあいつかは卒業するじゃないですか 人間みんな。かいつかは卒業するから卒業した時握手会もなくなっちゃうしオンラインお話し会もなくなっちゃうし劇場公演もなくなっちゃうしって思ったらなんかねなんか卒業したからこそできること増やしたいなと思って。 私はカフェイベントがあるからなんかみんなとなかなか会えないっていうことはないんだけど結構他の AKB 卒業したメンバーよりも私がもし AKB を卒業した時は他のメンバーよりも距離は近いだろうな絶対と思うんだけど。 え、こみちゃん卒業するのえうんいつかするよまだ卒業発表してないけどいつかはします5年以内にします <laughs> 長っ <laughs> 5年以内にするよそ,うあその中の一つにツイキャスはずっと考えてて。 よかったでもさ早くから考えるに越したことないからもうずーっと考えてるほ本当にずっとずっと考えてんだなあのどんなことでファンの皆さんと楽しもうかなって。 5年以内ね、了解しましまた5年後はないやろ5年後はさすがに15期残ってないよだって16年目突入っていうことだよ そにいないなんじゃん <laughs> 在籍17年目目指さないのってユキリンさん17年やったからいけるいける、ね、私とユキリンさんを絶対同じあれで考えない考えない <laughs> さすがにユキリンさんのレジェンドを越すメンバーが今後現れるのはすごい。 え、っって待って、私がさあと5年いたらえま、まあまあ30なんだって考えたらなんかま,まあまあまあ別にもうなんとかだよっていうあれではなかったなんかまだ30か <laughs> 笑っっちゃった y 還暦って <laughs> そんななんかいいノリでいいテンションでうん <laughs> ま,ま,まだ30かって言った後とに「<laughs> Y 還暦はちょっとなんか最高すぎた最高の愛の手だった」お祝いしてねうんさせて。 還暦になっても来てね。カフェでお祝いしよう。プレートに書いてあげる。祝還暦って。うん。還暦ダブルスコア強すぎた。え、ちょっと待って。還暦って何歳。え、六十なの。なんだよ。全然若いじゃん。 100歳ぐらいかと思ったわお前7回生きてねえだろうんてかごめん知ってるのに5年後還暦って言われて100歳なわけなかったごめん95の見た目ではないえなんか80とか100とかそれぐらいかと思った60なんてみんな元気だよ全然 竹内豊さん何歳だと思ってんの ?53 あまだ53なんだあこみじゃん高野菜のチケット買おうとしてるんだけど出品者へのメッセージってこみちゃん見れるのかな見れますなぜなら私のアカウントだからなんか事務所のアカウントでやろうか私のアカウントでやろうかって事務所とも話したんだけど 私は卒業後ツイキャスお世話になりますので自分のアカウントをもう作ってそれでやりますだからフォローとかできたらしてくださいこのツイキャス私の今回のアカウントは今回限りではなく今後もお世話になっていくものです 私の自分のアカウントだから誰がフォローしてくれたとかわかるの一言メッセージ添えておきました嬉しい見ちゃおうてかそうだよここにコメントで「あの配信購入しました」って書いてくれたのが嘘だったとしたらあみんなバレるからね私のアカウントだからバレます ざわざわしーちゃんも30歳超えてた30歳超えてるメンバーは結構いるよねだからなんかさ全然30歳はアイドルの年齢っていうもう認識 あと,9分であ,あと8分で込みの日2 0二四だどんな30歳になりたいかな私今のど飴舐めめてますなんか喉全く痛くないし 全然元気なのになんか私ねいきなりね喉かゆくなるの急にめっちゃ喉かゆくなって乾燥してるのかなえでもちょっとごめん本当にに音痴だったら。 五月三日はコミの日なんだ。そう、五月三日コミの日です。じゃん。ハッシュタグコミの日 E マル二四こちらです。 なんかこんなに込みの日をあのみんなと楽しめるのはずでも AKB を卒業してもあのファンクラブイベントとかで歌って踊ってはやりたいと思います AKB の楽曲もやりますねファンクラブイベントでじゃあ。 のの日にイベント入れるの幸せって嬉しい私も「コミの日にみんなと会えるの幸せ」ちょっとなんか全然卒業発表してなくて「卒業5年以内」とか言ってる人間がこんなに卒業後のことを話しているのはなぜかというとなんとなく。 全然匂わせとかでも何でもなくあの今のうちからいつかは絶対卒業するじゃんだっていつかは絶対卒業するから5年以内には卒業するから。 ってか5年後って今若手の19期もう超新星超超お乳の19期も5年ってまあまあベテランになるね17期が7年目とかになるもんねだから 私が卒業 AKB を卒業してもあの全然寂しいことじゃないよっていうもっとみんなと自由に楽しめることになるんだよっていうあのポジティブな植え付けをしてます今ただね タイミングってあるじゃないですか。 あなたがマッサージなんか握手会のレーンがね隣がメグでメグとファンの方の会話をめっちゃ聞こえててなんかそれでなんかちょっと感化されたあのやっぱすごいファンの方悲しんでてでメグが芸能界引退するわけじゃないから。 こっからだよみたいなのをずっと言ってて「そうだよね」って思いながらでもファンのみんなが寂しい気持ちもわかるよって思って「おちもいっとこう」ってなので皆さんツイキャスの。 登録は遅から早からよろしくお願いしますねえみんなあと三分後に込みの日だにゃん私も0ジぴったりに込みの日投稿しちゃおうと X でハッシュタグ込みの日2024投稿お待ちしてます ジャン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 あと2日間違えたあと二分後めっちゃ遠くなっちゃったあと2日とか言ってうんポスト押すだけにしてやるって準備満タンさすが 高野菜の購入コメント見てねって見るありがとうではランキング読みます13位レンタルキャットさん12位馬刺し11位かのひのさん10位さあちゃん9位プロちゃん8位クロ7位ユーティゼータさん6位カズタカさん5位良平さん 4位大輝くん3位おまめちゃん2位しーかーさん1位ぶーくんですありがとうみなさん明日明後日込みコミの日2024よろしくお願いします楽しもうねありがとうツイキャスでの配信みんなご登録よろしくお願いします 楽しみフふフありがとう楽しもうね私も X にコミの日2丸二4投稿しますありがとうおカウントダウンだ待ってまたいだったコミの日